て一般の方がこちら公園じゃないということを分かっていただくためには仮囲いの、要は財産を守るための処置として必要なものになります。どこに行けばいいんだ。この間のお話しした通り、今日は工事の説明をさ作業させていただきますので。それを妨害するってことになっちゃうんですよ。妨害しないでください。いきますけど、あなたたちは国有地がここに不法に占拠しています。あなたたちは不法な状態だと認識されてるんですか。緊急避難です。緊急避難ではないですよ。このくらいの時間にわたってあなたたちはここにいらっしゃるんですか。もうここは公園じゃないんですよ。都有地なんですよ。だから今一般の知人の土地にあなたたちがいらっしゃることに対して不法状態として認識されてないんですか。だからこの1番は都市公園を我々は今日は引き上げます。8月10日、小池都知事名で、この木漏れ日テラスの敷地に関しても、公園を廃止するという工事が、突然なされました。この間 JOC の方に行ってまたすごい追い出しをされて、今度はまた東京都、もうすぐに追い出し追い出し、確実に場所を東京提供するならば出て行ってもいいけども、場所を提供しないでそのまま出ちゃったらやっぱり路頭に迷うような状態になっちゃうので、野宿生活の方々が命をつながれているのが公園という場所であり、そしてここ明治公園もそうであったと。にもかかわらず、法的根拠なしとも言っていいと思います。そのような追い出しが行われ、まさに人権侵害ですよ。でこの人権侵害をやるような国がオリンピックをやるっていう資格があるのかってことなんですけれども、それオリンピック憲章を見てみれば分かるんですよね。オリンピック憲章、それだけじゃなくてその中にあるオリンピズムの根本原則、この中には人間の尊厳の保持、これを、人間の尊厳の保持というもので、社会を作っていくんだというためにオリンピックがあるんだってことが書かれてるんですけど、今、この国がそして東京都が行っていることは真逆であると。人権侵害も甚だしいことが、日々行われ続けていると。まず当事者としっかりと向き合って話をするという姿勢を見せなければならない。これ当たり前だと思うんですね。それさえも行われない、問答無用であると。オリンピックという印籠を掲げてとにかく出ていけと、邪魔だと。でまあお前たち行くとこがないんだったら、施設収容してやると。でも先ほどの方もお話しされてましたよね。施設っていうところにつながればプライバシーなんてないし、もうタコ部屋に近いようなところだと。結局貧困ビジネスみたいなものにも絡み取られていってしまうっていうような先々があると。であるならば自由に自分たちが、本当に人間の尊厳を保てるような生活を、公園で行いたいっていう人たちの自由を認めるっていうのは当然のことだと思うんですけどね。僕は住んでる公園でもやっぱりオリンピックが決まって以来、2013年の9月以来っていうことですけれども、決まってすぐにそろそろオリンピックが決まったんだからどうなんだいみたいな感じで山ありと追い出しにかかってくる、あるいはここの一軒一軒の人に、まあ、いろんな勘言といいますか甘い言葉を言って追い出す。で実際はまあ施設に入られる方もいるわけですけども、そこからまたうまくいかずに路上で暮らすという人も、僕たちの周りでも結構います。で、施設に入った途端に例えばテントなどは東京都によって即座に壊されて二度と作れないようにロープが張られるという形になっています。だから、施設に入って戻ってこようとしてももう戻ってこれない。結局は、テントという生活はある一定の安全とか、自分の、生活空間を保てるわけですけれども、その最終的にはまた路上に追い出されてしまっているということが、オリンピック決まってからだけではないですけれども、決まって以来、そういうケースが増えてきてるなと。でそれは一つにはやっぱり、行政側がちゃんとした施策も作らない上でそういう追い出し圧力だけは強めてきているという状況があるなと思っています。